厚さと厚さを右手と左手でこうやってくる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 って、くる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 。輝いて生きる。ヴィーガン歴39年の大谷由美子です。夢はジャパンズヴィーガン未来食つぶつぶで日本から世界を健康にすることです。今日はご紹介しているこう雑穀の中でももちきびだけを、もちきびってね、本当にこの黄色がもうなんとも鮮やか でとってもこう、なんだろう、力強い美味しさを持ったそのとろみのある雑穀なのね。これをご飯に入れて炊くだけで、なんか何とも言えないふんわりおこわみたいな、綺麗な、もう目の覚めるようなのが炊けるんですね。なので今日はこれでご飯を炊きました。五穀もいいけど、こういうのもいいでしょ。きびご飯が炊けました。見て見て見て、わー。でね、このご飯を美味しく食べるには、この炊けた時に、私は風を入れるって言ってるんだけど、この風もエネルギーなのね。で、こうよいしょ、でこうふわっとほぐす、この練らないようにこう返しながらふんわりほぐして、このなんていうのかな、炊かれてギュッとこう、火と水の力からギュッと炊かれてる一粒一粒って結構ギュッとこうギュッとこうなってるんだけど、それをこうほぐすことで、風を入れることでふわーって一粒一粒がわー伸び伸びっていう感じにこう解放してあげる。そうするともうその後の美味しさが全然違うんだよね。伸び伸び。さて今日はこのもちきびでおにぎりを作ります。今日は具入りのおにぎりを紹介しようと思います。塩おにぎりもいいけど、なんか中に具が入ってたら嬉しくないですか。はい。で、材料、これなんかね、ちょっと香味野菜、何でもいい、ちょっと香りの強いような野菜、山菜なんかでもいいよね。春先だったらウドとかね、香味の強い野菜、なかなかそのまま食べにくい。で、ある時期いっぱいできてしまってそんなに食べきれないね、すごいこうそういうこう青みで、でもそのまま置いといたらすぐ枯れてしまうようなものをですね、ずっと置いとける、もうこの料理以前の料理、火も使わない料理を今からお伝えしたいと思います。これね、夏になるともう嫌になっちゃうほどもうわさわさ生えてくるこの青じそです。で、これをまず、これは麦味噌ね、好みの味噌でいいんだけど、でもちゃんとなんて麹を多くして早作りした味噌じゃなくて、本当に昔作りのこうね、1年ぐらい熟成させた味噌。味噌って10年経ったら薬って言われるぐらいの、これも波動アップパワーフードなので、この味噌とね、でいいですか。はい。なんか山菜とかこういう香味野菜を最初はね、ザクザクっとなんとなくこう馴染むようにザクザクっと切ります。こんなにいっぱいこうしそ料理することないと思うけど、しそにはね、すごい鎮静効果とか、まあ葉緑素もだけど、なんとも言えないこう心を落ち着けたり、体全体の調和をしてくる、もうああいい香り、すごい香りだけでもすごいでしょ。で、ここにね、入れるんです、この味噌をのせます。ポーンとのっけちゃうのね。その味噌と一緒に、この切りあえっておばあちゃんたち呼んでたんだよね。こう切りながらあえるから切りあえで、この一緒に切るのが重要なの。だから一緒に、で大体おばあちゃんたちは何でやったかっていうと、夏はしそ、春は山菜、もう特にもうどんどんモコ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 出てくるし、きのと、もうね、あれすごく美味しいし、香りも強いけど、そんなに食べられないし、あんまり食べ過ぎたらこう体冷えすぎちゃうので、陰の力が強すぎるんですね。なので、この陰陽調和という意味、一つはこの青野菜っていうのは陰のこう生命体なんだよね。で、味噌とか塩とか醤油とかは陽のエネルギーがすごく強いの。だから、この今やってるのは陰のエネルギーと陽のエネルギー、要するに陽のエネルギーで、その陰のエネルギーを包み込む、陰と陽をこの
包丁の力、切るっていうこのエネルギー、切る力で調和させてるんですよ。でこれをどんどん切っていきます。で最初はね、こうこんな味噌ちょっとでいいのと思うんだけど、野菜はもう 85% 水分なんで、どん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 小さくなって、で味噌とか溶性なものってそんなに縮まないので、ちょうどこれでいいんですね。よいしょ。なんか自分の手の中で食材がどん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 変容していって、それも単に味が変わるというよりはエネルギーがこう変遷していくのが料理なのね。だから料理をしているとこのだんだん私料理真剣に、もともとね食いしん坊だけど料理は人、こう私は食べる人と思ってたのが、料理をしだしてからなんかね、この世界のこうなんていうんだろう、どうやってやれば何が起きるのかっていう、そのエネルギーの正体をこう料理を通して知ることができた。どう？いい感じになってきた、ね、これをねよくほらなめろうってあれ、なめろうっていうか、ああいう感じで何でも叩いちゃうんだけど、このぐらいになったらこの叩きます。まあちょっとこれも寸止めって言って、あの用の力だけで叩くとまな板ね、あのガタガタになっちゃうので、こう止める、叩きながらも返す力、叩いてるんだけど実は返す力っていうのを自分の手に込めてですね、イメージ込めてこれ叩いていく。でもう一つは、陰なものっていうのは、例えば緑のこのシソの葉っぱをそのまんま放置してたらすぐにしわしわになって しなびたり腐って、トロトロに腐ったりしてしまうんだけど、この味噌でくるんだこのシソはもうずっと、もう日向に置いといてもずっとこのままシソの香りも失わずいくの。私はこれを持ってあの海外旅行に行くんですよ。まあ、国内でも何でも。そうするとまずね、これパンにのせ、ご飯にのせてすぐおかず、自分好みのおかずになるでしょ。パンに塗っても美味しいので、お湯注ぐとね、インスタント味噌汁、なかなかね外でこう野菜買ってきてあの茹でましょうとかできないけど、葉緑素ってすごく私たちの体に重要なんだよね。でもこの切り合い味噌だったら、味噌と葉緑素が一緒にいつも、もう毎日ちょび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 味噌と葉緑素を体に入れることができるので、今日はこれを具にしておにぎりを作ってみようと思います。そしたらただでさえパワーフード、ハードアップパワーフードのおにぎりが、もうさらにこの葉緑素とね、味噌のアルファリノレン酸やいろんな要素が、カルシウムなんか加わって、タンパク質も加わって素晴らしいになるので、ほら見て、なんかもうこれね、もうご飯のお供として、これも瓶に詰めて置いといたらいいので、ほらトロトロでしょ。でこうなってると本当にね、もう味噌ってすごい、味噌とか塩って、漬物って大体塩を入れとくだけで、本当だったら腐っちゃうような大根がですね、置いといたら腐っちゃう大根がもうずっともっとたくあんになったりね、こう木から落ちてポーンと落ちてるだけだったら、あのどんどんこうね地面でこう腐っていくだけの梅が、その梅干しになったりして、であれって永遠に悪くならないんだよ。梅干しも10年でも20年でも悪くならない。まあ、干からびさえしない、干からびても食べれるね。見て、わあ、ね、今日はこれだけど、これで冷蔵庫に入ってるだけで、今日も明日も明後日もおかずに困らない、料理しなくても健康を保てる、火も一切使わない料理ってたくさん日本にはあります。今日使った味噌は、私が愛用しているのはこの、ね、海の精という、こうね、伝統製法の塩で、日本の海から取れた塩、それを使って昔作りに作った麦麹の味噌、ね、麦味噌です。麦にはあのお米とかね、穀物に少し少なめのリジンっていう、こうアミノ酸がたっぷりなので、
麦味噌とご飯っていうのは最高のパワーなんていうかこう相性のいいパワーフードコンビなんですね。なのでこの気合味噌ね、葉緑素も入り、そして味噌も入り、そしてそれをこう中に仕込んだおにぎりはもうさらに一段と素晴らしいこう波動アップフードになるので、今日はこれを使ってこれを中に入れた、あ、塗ってもいいんだけどね、でも中に入れといたらどこ行って楽しみがあるでしょ。まずはちょうど1個分くらいは、どんな感じかな、もうちょっとかな、あ、こんな感じかな、はい、ご飯でそのままでもいいんだけどちょっと熱いからね。そしたらお水、まずね最初の回で教えたようにお水をたっぷり、そしてこれ中身があるんでちょっといつもよりはちょっと塩少なめでもいいかも、気持ちちょっとさらっと優しめ、そしてこれを置きます。そしたら真ん中辺にこの切り合い味噌をあなたの好みの量だけ入れます。そしてでこう包み込むように包み込むように、で一回ちょっとこうあなたたちは仲良しの仲間なんですよって感じで全体をこうちょっと一つ丸くしてあげます。でその後にこれをいつも通りこの用のね、右手は角形を、左手は厚さを、形と厚さを右手と左手でこうやってくる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 ってひゅっとくる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 、ほらこれで切り合い味噌入り、もう超絶パワー波動アップおにぎりができました。ほらいい形でしょ、美味しそうでしょう。じゃあこれ中身がねどのぐらい入れたらいいかってね、なんか私はもう知ってるけど皆さんは食べてみてね、あの結構しょっぱ好きな人とかいろいろいるので食べてみよう。うん、ほろ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 、あ、もうほらほらここに出てきたこの具、こっちかな、はい、もうほろほろの中にこのちょうどいい量が入ってる青じそのなんとも言えない香りが、味噌の塩分とこの香りでぐっと包まれて、それがね、風をまとってパラパラっと一つ一つもこうね、エネルギー体になったご飯がねこうギュッと詰まってね、ふわっとだね、ふわっと詰まって、さて今日はここまでです。次はどんなおにぎりを紹介しようかな、続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。では次の動画でお会いしましょう。